時短のパーマのちょっとまあ説明で、まあ、完全にこれ美容師さん向けの動画になるんで、結論だけ簡単に伝えます。で、まず毛先まで、カットを毛量調節して、後で毛先の長さ切るんで、まあ、毛量調節と前髪カットでだいたい10分ぐらいカットして、で今でだいたい30分なので巻き終わったところでカット10分でパーマ巻くの10分でだいたい30分ぐらいでもう中間水線という感じになってるんですよね、時間的には。で、薬剤じゃあ、まあ何を使ったのかっていうと、前回パーマかけてるので今回痛ませたくないなっていうのがあって、前回のパーマかかってるのにさらに薬剤強くつけちゃうと痛むから、根元の最初に根元の、この部分ですね、根元5センチ開けてこの部分にでこのムササビのトリートメントを 5% トリートメント剤として入れました。でじゃあ毛先は何をやったのかっていうと、毛先実はパーマ液剤今日使ってなくて、キサンタンガムを水でキサンタンガム溶いたあのキサンタンガムのジェルをジェルに、ムササビトリートメント 5% 入れただけのこのを、毛先のところを前回パーマかかってるんでこの部分はキサンタンガムを水で溶いたものですね、それを全体量に対してムササビのトリートメント 5% 入れただけなんでパーマ液ではないんですよね。ただコーミングするときに中間の薬が毛先の方に行くので、あと中間水栓したときに薬剤が回るので、まあ、それだけでいいかなと思ってます。毛先傷んじゃうので、なので、髪の毛があったらまずこっち先に毛先をキサンタンガムで、先にキサンタンガムにムササビ 5% の先にブロックしたいところで塗った方がいいと思います。この場合毛先とあと顔周りモデルさん弱いんで顔周りのところもちょっとブロックしました。でそれから薬剤をつけてまず縮毛矯正みたいな感じで一回つけちゃうんですよね。でそれから上からワインドしていく感じなんですよね。なので下からワインドしていくと止めていくっていう作業が結構入るので、上からワインドしていきます。でなるべくあのロット本数減らした方がいいので、で、あと、8から上に関してはで、このままこうしてくるってこうアルピニングするだけで、これで中間水線入ります。はい、では二剤処理に入るんですが、今ハスイートブロム酸をつけたのがこちらですね。でこれだと正直まだ毛先の一液っていうのがまだ除去できてない状態です。少量でもあまりたくさん入れない方がいいと思います。あとここがポイントなんですけれども、僕の場合はここでパーマのスタイリングとしてはヘナウォーターとヘナジェルがちょっとリニューアルしまして、結構このヘナウォーターつけたらヘナジェルちょっと多めでもスタイリング OK ですね。それで自然乾燥でもいいと思います。ムスの代わりにもなるので基本的に流さないトリートメントなんですけど、なんかあんまりベタベタしたくない人とかワックス使いたくない人はもうヘナジェルだけでパリッとパリッとしてくれるんで使えます。ちょっとこのまま全体にヘナウォーターをつけて、ヘナウォーターはねキトサン入ってるので前回よりもいろんな成分自体の濃度をちょっと高くしてより効果がしっかり出るような感じに今回新成分も入れてちょっとやってみました。あとちょっと前回のがあのサラサラの質感がちょっと強すぎたので今回しっとりっていうことでオーガニックオイルをちょっと混ぜて、しっとりちょっとする質感にちょっと変えて、しっとりサラサラ、あ、しっとりじゃない、しっとりサラサラか、そんなような質感をちょっと求めてみました。でこれヘナジェルなんですけど、まあ、5プッシュぐらいを毛先中心につけていきますね。今日ちょっとこのまま毛先ちょっとカットするんであれですけど、普段だったらもうこれであとは自然乾燥で OK みたいな感じですね。結構何もされない方はもうこれで大丈夫です。
でこれ白くこうなるんですけど、これ何かっていうとヘナウォーターとヘナジェルっていうのがマイナスとプラスなんですけど、このイオン反応が起きてるわけですね。磁石でいうとこうがっちりくっついた感じで、トリートメントより強化させるためにはマイナスプラスってこれ2つが必要になるんですね。なんでこう白くなるんですね。で乾いても白くなるわけじゃなくて、これ今ちゃんとこう表面に、上品な皮膜を貼ってくれてるっていうような感じになるので、前回よりもね、よりこの、より分かりやすい質感をちょっと作りました。まあ、こんな感じにリッチも出てるんで、結構喋りながらやってたんですけど、でも1時間あったら結構余裕でできちゃうかなって感じです。はい、ですね。あんまり痛ませたくないので、今日は本当弱い薬でやった感じ、時間もあんま置いてないです。でも毛先はカーマイキック今回使ってないですけど、ちゃんとそれなりにこう綺麗になってるんで、かける前よりは質感は上がってるっていうような感じですね。だからトリートメントしたみたいな感覚でお客さんにはアプローチできるんじゃないかなと思うんで、カーマクゲドっていうよりはかける前よりもいい状態に持っていったって感じですね。でこれで毛先ちょっとカット、毛先ちょっとだけあのダメージのところ5ミリぐらいカットしてって感じで終わりなので、はい、ということで、今回の毛量調節説明だけ、まあ、毛量調節には今日ペンシルシザーを使って、そぎ、あんまりこうセニングでそいじゃうとパサついちゃう髪質で広がるので、そういう時はペンシルシザーで間引くのが一番ベストなんですね。なんで今日はペンシルシザーと、前髪とかは、結構パッツンだけど束感ちょっと出したいということだったので、前髪はあのショーバルタンっていうシザーで、ちょっとこのえぐりながら前髪はカットしたような感じです。で今このアウトライン切るのを今ショーバルタンでカットしていくっていうような感じですね。ということで切ります。まあ、かなりゆっくりやったんですけど、まあ、1時間半なんでこれでっていう感じですね。ちょっと触ってみよう。結構ふわっとなりました。これ崩すと波ウェーブっぽくなるので、あのブラシとかちょっとまだ溶かしてないですけど、増毛とか、結構エクステ、根元のエクステですね、毛量増やすエクステの時に使うブラシなんですけど、結構これあんまり崩さないので、これでやると